ジュラシック・ワールド、炎の王国は、2018年公開のアメリカ映画、ジュラシック・ワールドの続編で、映画、ジュラシック・パークシリーズの第5作目である、ジュラシック・ワールド事件から3年後の2018年、パーク崩壊後も、イスラ・ヌブラル島では恐竜たちが自由に島中を徘徊して生きていた。が、島北部の死母山で火山噴火が起き、島の恐竜たちは、 存亡の危機にさらされる。ある嵐の夜、イスラヌブラル島にある傭兵の一団が、前作で、ラグーンの底に沈んだインドミナスレックスの遺体を、回収すべく、小型潜水艇で、ラグーン内を探査していた。傭兵たちは、任務中に、ティラノサウルスとモササウルスに襲われるも、なんとか目的のインドミナスの骨を回収し、依頼主の上司のもとへ持ち帰った。 恐竜保護を目的とした団体、ダイナソープロテクショングループを設立した、ジュラシックワールドの元運用管理者、クレアディアリングは、イスラ・ヌブラル島の恐竜を救出するため、コジョン・ハモンドの元ビジネスパートナーであった、ベンジャミン・ロックウッドを訪ね、彼の支援、サポートを取り付ける。また、ベンジャミンに使えるロックウッド財団の経営者、イーライ・ミルズの依頼でベロキラプトルのブルーを、 捜索するため、元恐竜監視員のオーウェン・グレーディを雇い、彼ら探検隊がイスラ・ヌブラル島に向かった。到着したイスラ・ヌブラル島は、小規模な噴火を繰り返し、溶岩の雨が降り注ぐ、不安定な島になっていた。島に到着したオーウェンは、傭兵のウィートリーラに出迎えられ、ベロキラプトルのブルーを探すように言われ、ジアと共に島の奥へ向かう。クレアとフランクリンは、 制御室でシステムの操作を行う。その頃、別の港跡地に恐竜を島から脱出させるために派遣されたミルズの傭兵の部隊が到着する。ブルーはオーウェンらによって発見されたが、直後にウィートリーが裏切り、ブルーは撃たれてしまう。ウィートリーらの真の目的は恐竜の救出ではなく、恐竜を島から連れ出して、兵器として高値で売りばくことだった。 オーウェンは傭兵らと戦おうとするが、麻酔弾で撃たれてしまい、その場に混虫する。そこに、ジアが現れるが、銃を向けて移行するも拘束されてしまい、麻酔で眠らされたブルーの延命を任され、共に移送者で連れ去られてしまう。それからほどなくして、火山で爆発的な大噴火が起こる。目を覚ましたオーウェンは麻酔の影響で思うように、動かない体を必死で、動かし、 迫ってくる溶岩から全力で逃げる。その頃、クレアとフランクリンは、制御室のシャッターが突如閉まり閉じ込められてしまっていた。大噴火による溶岩が、制御室内にまで流れ込んできて、溶岩で溶けていくトンネルの中からバリオニクスが姿を現し、二人に襲いかかる。クレアラは、はしごの存在に気づき、ま一発のところで、屋上ハッチから外に脱出する。 脱出直後、オーウェンが溶岩に追われる恐竜たちと共に走ってきて、クレアとフランクリンに合流し共に逃げる。丸太の裏に隠れるが、そこで打ち捨てられていたジャイロスフィアを発見。クレアとフランクリンがジャイロスフィアに入ったところで恐竜に襲われ、スフィアのドアが閉じてしまい、二人は斜面を転がり、オーウェンは走って、迫りくる溶岩と火災流から再び逃げる。 ジャイロスフィアは海に落下し、クレアたちは歴史の危機にさらされるが、ま一発のところで、オーウェンに助け出された。島から連れ出された恐竜は船に積まれ、運び出された。ギリギリで船に乗り込んだオーウェンらはブルーを助けるため、ティーレックスの血を採取して、彼女に輸血し、銃弾を摘出する。やがて船から運び出された恐竜は陸路で、 アメリカ本土の北カリフォルニア州にあるベンジャミンの屋敷、ロックウッドエステートの地下の施設に運ばれた。捕らえられて監禁されたオーウェンとクレアは檻から脱出し、ミルズが恐竜を兵器やコレクションとしてオークションで世界中のバイヤーに売りさばこうとしている光景を目にする。また、インドラプトルと呼ばれる新しい遺伝子組み換えの恐竜が作られていることを知り、 ミルズやバイヤーたちの恐竜の軍事利用を企む陰謀を垣間見た。取締役、ロックウッドエステートの住人地下実験室の関係者、傭兵部隊部隊は一作目と前作四作目と同じ、イスラヌブラル島という架空の火山島である。マスラニ社が多くの観光客が訪れる恐竜のテーマパーク、ジュラシックワールド大島に建設したが、3年前の事件でパークは崩壊し、 施設は放置された。島の北側は旧ジュラシックパークの施設が放置されており、山岳地帯となっている。ゲーム、ジュラシックパーク、ザ・ゲームによると、島の最高地点に勝つ火山のしぼ山という火山が、島の北側にあり、ジュラシックワールドのパークの約65%はしぼ山の火山による、地熱エネルギーを利用した電力供給量を行っていると示され、 ジュラシックワールドのガイドマップに載っているイスラ・ヌブラル島の地図でも火山があることが示されていた。映画本作でこの火山の噴火が島を崩壊させるとされている。またクレアディアリングが設立した恐竜保護グループのダイナソープロテクショングループのサイトにも死母山の火山のことが載っており、それによると死母山の噴火の再活性化はコスタリカ火山学研究所によって 2017年に最初に報告された。これは約500年間で初めての地質学的騒動であるとされている。1525年のディエゴ・フェルナンディスのイスラ・ヌブラル等の発見の間、山の頂点から北に向かって上昇する黒い煙の雲をコスタリカの西海岸の地図を作っていた地図制作者、ニコラス・デ・ウェルバによって目撃され、示された。スペインの武装商船。 ラエストレアは、雲の島と命名したことを解説してあり、昔から火山活動が活発な山であった。2018年7月13日14日のピア初日満足度調査では88.3点で第5位を記録した。7月13日の公開から16日の祝日を含めた公開4日間で観客動員数145万3273人。 公共収入21億677万円を記録。前作では公開7日目で達成した20億円突破を公開4日目にして早くも達成した。公開2週目となる同月22日までの累計では動員240万3907人、公共収入35億5695万200円となり公開から2週連続1位を達成した。 公開三週目は、劇場版コードブルー、ドクターヘリ緊急救命、コードブルーの公開で2位に順位を落としたものの、動員340万1 0 7人、公衆50億6125万2100円を突破した。公開5週目の8月8日時点では、動員数406万3360人、興行収入60億3323万3200円を、 記録した。最終工業収入は約80.6億円となった。2015年6月3日にコリン・トレボローは次回作についておそらく兵器、医学、農業など非娯楽目的の利益のために他の企業が恐竜を使用している可能性があると示唆していた。6月8日にフランク・マーシャルがトレボローにジュラシック・ワールドの続編について話し合った。 恐竜の兵士の可能性や人間と恐竜の共存についての考えを調査することができるのを感じたといい次回作はこれまでのジュラシックパークとジュラシックワールドを含む島のテーマパークは含まないかもしれないとトレボローは語ったまたトレボローはジュラシックキャストとのインタビューで続編に関して三部作ありこの続編はその二作であるというそして続編が 映画一作、ジュラシック・パークの食堂でのシーンで、恐竜と人類6500万年前に隔てられた二つの種が突然一緒になった。何が起こるかどうやって予測できるかというアラン・グラント博士のセリフの引用に基づいていると語っている。2015年7月23日にユニバーサルは5作目の映画が2018年6月22日に、 リリース予定であると発表。トレボローはシリーズが必ずしもテーマパークに限られていないといい映画が島で人々を追っているたくさんの恐竜を含まないことを語った。5作目の監督に2016年4月18日スペイン人監督 JA バヨナになると発表された。撮影は2017年2月23日にイギリスで行われスラウにある ラングレービジネスセンターで最初の撮影が始まった。撮影の大半をロンドン郊外のバッキンガムシャーにあるパインウッドスタジオで行われ、他にもバークシャー、ブラックブッシュ空港、ロックバラック空軍基地のほかイングランド各地、ウェールズのブレコンビーコンズ国立公園やスコットランドなどイギリス各地で撮影が行われ、イギリスでの撮影は5月27日に終了し、 6月に、続いて、ハワイのオアフ島で撮影が行われ、7月15日に、撮影は終了する予定であるとされている。恐竜の多くはアニマトロニクスが使われる。キャストに、前作からオーエングレーディー役のクリス・プラット、クレア・ディア・ディング役のブライス・ダラス・ハワード、ヘンリー・ウー役の b d ウォンの出演が確認されている。映画1作、ジュラシック・パークと2作、ロスト・ワールド、 ジュラシック・パークでイアン・マルコム博士を演じたジェフ・ゴールド・ブラムが出演する。他にベンジャミン・ロックウッド役のジェームズ・クロムウェルなどの出演が確認されている。2017年6月22日に映画の正式タイトルがジュラシック・ワールド・フォール・ン・キングダムと発表された。映画の舞台は本土と前作ジュラシック・ワールドと同じイスラヌ・ブラル島とされており。 前作と映画一作、ジュラシック・パークの場所がいくつか登場するとされ、またイスラ・ヌブラル島で火山噴火が起こるとされている。またマロンラインからの情報によると、前作の生き残りのベロ・キラプトルのブルーの周りを中心したプロット内容になると伝えられており、企業が戦争で使用できる兵器利用の恐竜を作るための基礎として、ブルーを得たいと考え、 またインドミナスレックスの形質を、たとえそれが死んだとしたとしても組み込むことを望んでいると、され、オーウェンとクレアたちがそれが起こるのを阻止するために参加するという。ユニバーサル・ピクチャーズは2021年6月11日に3作目の全米公開を予定していることを明らかにし、制作総指揮を務めるスティーブン・スピルバーグとともに、監督は1作目のコリン・トレボロを、 脚本をパシフィックリム、アップライジングなどのエミリー・カーマイケルが担当すると発表。2018年12月5日発売、レンタル、配信も同日開始。2019年からジュラシック・ワールドの公式 YouTube でモーションコミックが無料配布で公開された。 女性ニュースキャスターのレベッカ・ライアンを中心に映画本作の後を描いたエピソード1からエピソード4からの短い話になっている。ありがとうございます。